6月2日金曜日午後4時14分の日本海はほぼ無風ですね。かすかに右前から温床があるかないかっていう程度です。朝に比べれば海にはうねりが入っているのが分かりますね。ショアブレイクは変わりませんけど、右側の半分あたりまでぐらい今日も歩いてきてみました。面の綺麗な小さなうねりが入ってきますが、インサイドブレイクですね。ちょっとうねりとうねりの間が間隔が狭いので良質なものではないですね。気温は22度ぐらいですね。風は今ほとんどありません。海には筋のようなうねりのみ。明日どうですかね。